あ、いけたかなあの、先ほどは、すみません。あの、枠移動が発生しまい、してしまい、大変失礼いたしました。き、来ましたかねあの、ちょっとあの、ビットレートとかを落として、少し画質が悪くなってしまっているかもしれないんですが、あの、ちょっと説明の途中だったので、しっかりとここは説明をさせていただきたいので、 え最初から、まずは、あの、ご説明のところから入らせて、途中からな、もう何な,なので最初から説明をさせていただきますが、今回、私、狼美代が1ヶ月お休みをいただくことになった経緯についてご説明させていただきます。ご存知の方も多いかもしれませんが、7月末頃に狼美代のチャンネルが配信、配信アーカイブの一部の動画の著作権侵害の警告を 受けることとなりましたこのことを受けて今までの廃止アーカイブを含めてこれからの活動を見直す期間として1ヶ月のお休みを今までいただいておりましたお休みしている間にカバー運営の方と関係各所の方との間で協議対応が完了いたしまして その結果、こうして再びライブ配信を行うことが可能となりました。まだまだ知識が未熟ではありますが、今後は著作権に配慮して活動できるよう、一つずつ確認しながら進んでいこうと思います。以上簡単でではありりりりまますすがご説明ととななちょっと久しぶりの配信でかなり バタバタしてしまったりしてしまって申し訳ありません。えっ、ー、と、言い切ったか。これで大丈夫止まってないかな大丈夫あ,あ、みんな本当にお待たせしてすみません。でも皆さんが待っていてくれたおかげで、うちは、これからもホロライブのみんなと一緒に頑張ろうって思って、 気合を入れて復帰することができました。ありがとうございました。あの、一応今から、今からお休みが解除されるので、あの、またホロライブのメンバーも、そうですが、うちも一人でそ放送したりとか頑張りたいと思っているので、またよろしくお願いします。いっぱい走りたいと思います。 みんな待っててくれてありがとうございました。ではちょっと短い説明になりましたが、ありがとうございました。また次の放送はツイッターでお知らせします。ありがとうございました。ご心配をおかけしてすみませんでした。